はい、YouTube チャンネル始まるよ。スリムスポンジ 4P 中毒性。はい、こんにちは。今日ご紹介する商品はソフトスリムスポンジ 4P 中毒性、持ちやすくスリム傷をスリム傷をつきにくい4個入りです。コップ、茶碗など食器全般に、ですね、抗菌防臭にいかがでしょうか。じゃあ詳細見てみましょう。いよいよ下けキュッ。ソフトスリムスポンジ 4P 中国製、特徴、洗剤含みの良いスポンジに研磨剤の入っていないソフトな不織布を貼り合わせていますので、傷つきやすい食器やホーロー製品 も優しくしっかり洗います。米印、表はね、目安です。丸適してる三角使用可能はこの裏の本品の裏の図見てください。ここですね。品質表示材質 A06 サイズ約60mm かける、こちら120mm かける、厚さ、あ、間違った、6cm じゃない、6cm かける12cm かける厚さ3センチです。材質、スポンジがね、ポリウレタンです。ポリウレタンフォームです。不織布がね、ナイロンです。そして耐熱温度80度です。じゃあ実践見てみましょう。よいよい。鮭、キュッ。はい、実践です。あ、なんでしゃもじあるんだ。ソフトスリムスポンジ 4P 中国製使い出てます。上でもなし、下ですね。そこ熱いね。なんか今順番で撮るよ。これ緑赤ね、2色2トーンのがニコニコ入って4つです。それしゃもじ洗うね。はい、洗剤泡立てます。今日もしゃもじだけでいいです。このしゃもじね、結構さ、ほったらかしくと米固まりますよね。それこびりつき、ここで落としてください。シャートスポンジですすいでください。洗い流します。じゃこれも読んで、よいよいエンディングです。鮭、キュッ。エンディングです。いかがでした。食器洗いました。残りもうね、カウントダウン入りました。ということでね、大変です。次回何しようかな。これも食器洗いましたけど、落ちますね。あと、いろんな用途、注意事項とか読んで、いろんな用途をお使いください。これもね、持ちやすいです。これも良いんで、良い良い。グッド評価、バッド評価、グッドバッド、コメント待ちします。チャンネル登録、こちら、いつもありがとうございます。過去の動画、こちら貼っておきます。よろしくお願いします。課金ダブル、カッコは移行じゃんけんしとけば、バーベキングのグリーン、確認付き熱いぜ。風コロナに気をつけて、手洗い、うがい、暖かい格好して熱いね。ちょっとこれ熱いわ。じゃあまた次回も見てください。鮭、キュッ。Thank you.